帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科救急救命士コース。帝京大学は病院が隣接していることで救命センターなどをはじめ充実した実習環境が整っているので、他の大学よりも高い知識や技術を学べると思い、ここに来ることを決めました。全学年合同でトリアージ訓練という多数傷病者と大規模災害などを想定した訓練を行っています。普段あまり関わることのない多学年とコミュニケーションを取ることで、さまざまな視点や目線から医療について学ぶことができています。人の命を救う仕事に就くということは、責任を持って勉強や日々の自主練習などといったことに取り組んでいかなければいけないと入学して今感じています。知識と技術があるのはもちろんなんですが、人の心に寄り添える救急救命士になりたいと思っています。救急救命士は人命救助の現場において必要不可欠な存在だと思います。ぜひ救急救命士コースに入って一緒にこれから学んでいきましょう。救急救命士っていう国家資格を取るための勉強なんですけど、医療の知識ももちろん必要ですけれど、危険を察知する能力であったりとか、回避する能力であったりとか学ばなければいけないというところですね。板橋キャンパスというところは医療系の学科がたくさん集まっているキャンパスですので、他の医療系の学部との連携が図られています。 1,2 年では解剖学であったり生理学であったり、あとコミュニケーション能力であったりという医療に関する基本的なこと、3年生4年生には傷病者を見立てて学んできた危険察知をここでどう使うんだ、搬送技術をどうやって使うかというようなことを実践的に勉強してもらう。消防機関に就職をする子が圧倒的に多いです。たくさん医療知識を持ってコミュニケーションスキルも高い状態で人を助けるという仕事についている学生が圧倒的に多いです。救急救命士コースは国家試験の合格率が 100% 3年目です。実際に救急車に乗った経験が長い先生たちがたくさんいますので、国家試験には必ず合格させられるという自信もありますので、ぜひついてきてもらえたらなと思ってます。